漫才を突き詰めた結果、こうなりました。私さ、呪いの人形拾ったんだけど見に来ない？いいか？あれが呪いの人形。あ、そうなんだ。少しずつ髪の毛が伸びてるんだよね。え、髪の毛が？そう。今は黒髪センター分けだけど、3日前は金髪パーマ。金髪パーマ？5日前がアフロで、アフロ1週間前が丸刈りだったの。菅田将暉のバリエーションそんだけ髪型変わるの菅田将暉くらいだろうが。待って、え、今朝見た時と人形のポーズが変わってる気がする。人形が動いたってこと？今朝見た時は、うん、こんなポーズだったけど、うん、今見たらこんなポーズになってるよクレジット払いの時の店員過剰に暗証番号見ない店員か。何？壁に何か血で文字が書いてあるよ。うわ、人形の仕業だ。なんて書いてあるんだろう。呪う。そんな。呪う。いやだ。呪う。じゃあ、え、ここは一。何血文字で10回クイズやってんだよ。ああ、どうした？苦しい。人形の呪いかも。呪われてる。助けて。どうしよう。どうするの？財布なくした人の動き。おい、財布なくしただけ？この人形怖いから燃やそう。燃やす？え？動かない。また呪いかな。動かない。え、全然動かない頑張る、ちょばのやり口人形でパントマイムするなよ。ヒッパ、人形燃えろ。燃える。燃えてるかな。燃えろなんでだろう、あの最後呪いの人形拾ってくるな。